別れに伝えてるこの作品は架空の劇作家松崎友松が大学を卒業してから劇団を立ち上げ自殺するまでの間に見たこと聞いたこと感じたことあるいはそれらとは全く無関係なことを断片的かつ無作為に取り出し並べたものである。匿名劇団が送るジャミング演劇3本立て一挙上映、ご期待ください。